なんですよ。したら眠れないんですよ全然。それで次の日のロケぼーっとしながらこうね、眠いなおはようございます。もう本当にありがたいんですよ。それはね、今回もやっぱあちらのホテルも鉄道ビューの方を鉄道ビューちゃんと撮ってくださって、本当にそれもありがたいんですけど、やっぱこういうね、夜中貨物走るところとか、もうすると全然。そう、本当にだから大垣はちょっともう我々鉄道ファンにとってはもう眠れない。我々有名なのはね、大垣っていうのは全国的に有名なのは、昔ムーンライト長良号っていうのがね、そうでした、定期列車でありまして、まあ大垣夜行とかね言われてましたけど、 それが大垣行きっていうのがね、そうです、これいろんなところ東京でいても大垣行きっていうのが出たんですよね。出てましたね。だから大垣ってこれどんなところなんだろうなとかって思って、そうです、ね、ずっと子供の頃からもう鉄道ファンの皆さんも大垣っていうのはもう本当に有名ですからね。有名、本当有名ですから。まあ走ってね、こう乗り換えたりとか、はい、大垣は早歩きですね。そう、早歩きしたり、そういうやっぱり鉄道ファン的なちょっと聖地ですからね。そうですね。だからもう JR 線もありながら、はい、養老線もあって、はい、垂水鉄道もある、ね。垂水鉄道もありますからね。もう鉄道の街じゃないですか。そうですよ。昔ちょっと よ8000でしたっけ、ありましたよね。よ8000止まってました。こっち止まってましたよね。よ8000そうマジですか。よ8000そこに泊まってたの知ってる方どれぐらいいます。そうね、僕もう今はないですけど、ね、開発されてしまって、そうまあありましたよね。ありましたよね。坂内にあります。あ、今ちょっとね、場所が変わって、なるほど、そうなんですね。そう、まあ、垂水鉄道も、はい、僕もいろいろ番組でもプライベートでも乗りましたけど、やっぱりなんといってもね、キャラクターが、斬新ですね。そうですね、垂水鉄道とハイもいくつじゃないですか。あ、そうですね、ハイも、はい、モハなんとかとキハなんとか、キャラ形式ですね。ハイスピードモーターカーの略でハイモっていう形式なんですよ。そう、でなんかちょっとグッズがあるっていう。あ、そうグッズをね、ちょっとグッズ、タルミ鉄道のなんかね、そのハイモ君のグッズがあるらしくて、すいません、これはハイモ君、ハイモ君っていう、そうですね、タルミ鉄道の色のね、このカラー、水色に赤と白のね、これね、裏がパスケースになってるんです、はい、だからこう、首からぶら下げて、ピッてこうタッチできるんですけど、はい、このデザイン、はい、あとリクエスト入った。これはちょっと皆さん、このデザインどうですか。あとちょっと裏に今ね、画面を確認しに行ってますんで、このハイモくんね、これがハイモくん、どうやらおすすめの商品らしいですよね。タルミ鉄道というのはね、このハイモくんという、あ、結構時間かかってますね、このデザイン、主審は？これいろいろ今審議されてましたけど、どういうか、これはね、可愛いかどうか、はい、可愛くない。いえ、これね、なんていうんですかね、これなぜこれをやられようかと思ったかって言ったらですね、最近ほら、インスタグラムで、インスタ映えするグッズっていうのはね、映えてね、皆さん。いろいろ出てて、でインスタ映えをしようと思って、はい、こういう風にされたらしいんです。なるほど、なるほど。これ逆にもう萎えちゃいますよね。しかもね、はい、これを大量に生産したというんですけど、これがね、まだ在庫結構あるんですよ。まだすごく在庫があるらしいので、そうですね。2000個作って1800個ぐらい余ってるっていう。ただもう逆に。ね、これはぜひ、ハイモ君持ってる方は、持ってます、ありがとうございます。ありがとうございます。今日売ってるんですよね。今日もちろん売ってます。売ってますよね。あ、じゃあ垂水鉄道さんのこれでぜひインスタ映えを。ね、いいですよ、でもこれ。
これをだから何ですかね、あのちょっとほらちょっとかっこ悪い感じで作ったんじゃなくて、いい、ね、これをかっこいいと思って作ったっていうところがものすごくバカにしてるでしょ。バカにしてない。え、じゃあどういう、バカにしてるぞ。バカにしてない。もういい。いや、ぜひぜひ、今日ね、おそらく800個ぐらいありますので、あの、そうですね、ぜひ、在庫なくなったら、中国のグッズですから。